こんにちは、えー。それでは、ウェブ朝倉学校、えー、第5回。本日は2020年3月6日金曜日です。えー、ウェブ朝倉学校も第5回となりました。数学の3回目です。で今日は、円周角の定理ということで、円のことについて学ぶことにいたします。さて、えっと、あとはあの画面上でやりますね。 えっと円の性質の中で中学3年生で学ぶ円周角の定理ということを中心に今日はやっていきましょうということでちょっと待ってくださいこうかちょっと待ってここですねはいそれでは円周角の定理ということを 勉強いたしますで中学3年生の後半でこれを学びますけどこれ非常に面白いので,で、えーえっと、実は中1中2でも、まあ、小学校6年生でも分かる内容ですので、まあ、中3で学ぶのがもったいないぐらいで、まあ、是非あの中1中のの皆ささんも今のうちから知ってておいいください同じ子に対する円周角は、えー、等しく中心角の半分であるということですが。 これ円ですねで円の中に項項があります項というのはこの、えっとまあ、円の円周の一部を切り取ったものを項と言いますで同じ項に対する円周角というのはその項の両端から円のえ、ま、ず中心角からいきましょう中心を結ぶこれを中心角と言ってます中心角中心を結ぶ角なので中心角と言ってますで項の両端と こ、えー、のある側ではない円周ですね。このある側だと結ぶと変になりますので個がない側の円周のどこかを結ぶ点これを円周角で言ってます。円の円周角で、えっと、円周角というのはまあこういろいろ書きうるんですね。この個の両端からそれ以外の点を結べばいいので円周角いろいろ書きうるんですがこの円周角は実,も実はいつでも一緒なんです。 でなおかつこの中心角の半分なんですね同じ子に対する円周角はいつでも等しく中心角の半分である、えー、この角を円周角の角を赤丸で示すとここも赤丸で中心角は赤2つ丸ということになります、まあ、非常に簡単ですよね、えー、簡単で小学生でも、えー、理解できる内容だということが分かると思いますさてそれで えっとこの円周角がなぜそうなるかということをこれも小学校の知識で十分分かるんですが証明をしてみたいと思いますで実は円周角の取り方っていろいろな位置があるんでちょっと位置によっては難しくなってしまうので一番簡単な証明をできる形でやっておきますこれがいいですかこれがこうですよこれがこれが注目する項です ここです。すそれに対るで円周角と中心角があの円周角の2倍が中心角中心角の半分が円周角となることを示すためにこの円周角を作った点から中心を結ぶんですね円の中心を結びます。 まあ結んでこうそれを貫くん,ですなんというかロケットというか飛行機みたいな形をする作るんですね。さてで作ると実はこここに三角形ができますこの三角形実は二等辺三角形だということに気づいてほしい円の半径っていうのはいつも等しいのでこの長さとこの長さは等しいよってこれ二等辺三角形です。 でこっちにできた形も実はここが半径でここも半径で同じ長さなんでこれも二等辺三角形ですさて小学校でやった二等辺三角形の性質思い出してください二等辺三角形は、えー、まさに二等辺というぐらいですからあの辺が等しいんですが二等辺の底、えー、角というんですが二等辺の裾野ののつの角も等しいんです 二等辺三角形は辺が等しいだけじゃなくて底角が互いに等しいというのが特徴ですでこれは実はコンパスで遊んでいただくと実感できるんですねちょっとコンパスで二等辺三角形の底角が等しいということを少しやってみましょうか、まあ、こ,れあのこれは定規の方がいいかなえっとこれがいつも底辺になると考えてください底辺になると このコンパスの両側が二等辺まあ同じ長さですね二等辺だとしますそうすると股の開き方が小さくても股の開き方が大きくてもつまりこの角度が小さくても小さくても大きくてもここの角度とここの角度は一緒ですこれ人間が股開きして左右対等に股開きすると股と地面の角度は一緒になるのと同じでありまして二等辺三角形の定角が等しいという原理があるんですね さてそれでは、えっと、この円周角の定理について、えー、もう少し、えー、実感していただくためにこういうのを私作ってありますこれ中学生に教えるために作ってあるんですねでこれは、えー、丸い軽陽電通で買ってきたんですけど、えー、こういうなん,かなんか工作に使う丸いやつがありますでその周囲に釘を打っただけなんですでこれ えと30度ずつの角度で360度12等分しています。これ実は時計の針の1時、2時、3時、4時、5時というのはあれ実は30度ずつずれて30度 ×12 で360度になっているので時計の針の文字盤と一緒です。さてそれでこれがこうだとしますね。こうだとします。そうするとこれ中心角ですね。であこうだこうだ。 これが中心角でこの子に対する円周角の一つがこれです。じゃあえちょっとやってみましょうか。でこれ30度2つですね。30度2つ分ですので60度になると。あ実際三角定規の60度の角にぴたりと合いますねえ。60度です。それに対する円周角はなんとぴたりと30度になる。ぴったりと三角定規の60度30度で確かめることができます。 じゃあ試しにこれをこっち側にやってみましょうかこっち側にやっても実はやっぱり円周角30度ですねでこの真ん中にやってもこれ30度です本当不思議なことに、えっと、全どの角度でやっても30度ですねということで、まあ、こういうふうに 数学の勉強というのは、まあ、机の上でやっているよりも、実際に工具を作ってしまって、まあ、三角定規なんかを使って実感していただくとよろしいかと思います。それでは次に、円周角が別のパターンを考えてみましょう。円周角、あ、中心角がこれ90度ですね。九十度です。今度は90度ですから、90度系の直角三角形を使いましょう。九十度。九十度です。中心角90度です。 いいですですすか度ぴったりねでその中心角の同じ個に対するこれがうですねに対する円周角を確かめてみますとこうですね、まあ、ど,どこでもいいんですけど例えばこうやってみましょうでそうするとぴたりと45度これ45度ですね直角三角形の片側ですから直角二等辺三角形の片側ですから45度で例えばここをやっても これも実は45度なんですね。十五度です。で、またここをやっても、こうか。45度です。はい。そんな形で、えー、円周角の半分が中あ、中心角の半分が円周角になっており、円周角はどこの円周角でも、えー、同じ子に対する円周角だったら、常に 同じででであるってことといいこが確認できたんではないかと思いますで。実はこの輪ゴムはちょっと、うん、まあ逸話がありましてこれは実は栃木県佐野市の工場で作られていた輪ゴムなんですね、まあ、工場で作られていたんじゃなくて使っていたんですねでなぜ私がこれを持ってるかというとあの昨年の台風の19号の時の水害の時に まあ、ボランティアにに行ったんですあの手伝いにそして、えー、こういう輪ゴムを使ってるちっちゃな工場に行ったんですが、まあ、その工場の人方が、まあ「役立つなら何でも持ってってください」と非常に今被災する中でもあの私たちのボランティアを励まして、まあそのうん、感謝を言いながらいろいろ使うものがあれば持ってってくださいということでいただいたものです。 まあ、その栃木県の方のご好意でこれ使っております。さてそれでは、えっと、次にあの円周角の定理の実は特殊な、まあ、一例ということでちょっと考えてみたいと思うんですが、えっと、中心角の半分が円周角ということですね。でそうすると例えばこういう中心角ってどうでしょうか これも一応こここうですこうでですすねれに対する中心角ってのはこうなる。これ180度ですね。これ半円です。半円の子に対する中心角は180度です。そうすると予測がつくと思うんですが、この半円の子に対する円周角は何度になるでしょうか。はい。180度の半分ってどうですか ?180 度の半分。はい。 ななんんととピタリと90度なんですね90度どこにやっても90度どこにやっても90度ですここちょっと寝かしせ気味な時でも90度ですでこれが実は次の原理として重要になってきますので見ておいてくださいそれでは円周角の定理の今言ったところなんですがこの 今言った点ですね半円の弧に対する中心角は1 8 0度なんで半円の弧に対する円周角は9 0度というのが実はタレスという人が発見したギリシャのタレスという人が発見したので特にこの原理のことをタレスの定理と言ってますタレスの定理というふうに言ってます。さてでこのタレスの定理の延長線上に面白い図形の形が書けるんですね。 でこれ実は高校入試の一番の,その図形の問題の狙い目になっているところでえっと狙い目の一つになっているところでこういう形ですで。ちょっとこの青丸は無視していただいてこの三角形直角三角形ですねこれが円の直径です。でこっち直角三角形です。でこっち側にも形が違う直角三角形があります。でそうすると実は直角三角形が対面してると え実はこちらの直角三角形の直角はこの半円の子に対する円周角とみなすことができるので当然直角です。で同じ円に対してこちらの半円に対する円周角がこっちですからこうです。でこれなんか当たり前のように書いてありますけどこれは実はえっと両方が直角の対,対面する角か直角の四角形は円に 円,に円が円,円が外接するというかぐるっとそのの点をを通るる円を描くこととががでできるというのが特徴です四角形三角形は必ず実はちょっと今日そこまでやる余裕がないんですがあの三角形はどんな三角形でもこうぐるっと3点を通る円が描けるんですが四角形は果たしてどんな四角形でも その半円、その4点を通る円が書けるかというと、一概にそうではないんですね。例えば、平行四辺形、これ、あ昨日の復習、この前の復習で平行四辺形ですけど、平行四辺形の場合、この4点を通る円が書けるかというと、3点を通ることは書けるんですけど、ここ円ですから、これはみ出してしまうんですね。ということで、実は、 4, 点4つの頂点を通る円が描けるというのは、まあ、全ての四角形ということではないんですね。さてそれで、えっとまあ、ちょっとここも実感していただきたいということで、えっと、これか実は市販の三角定規だと、まあ、これこの典型的な 60度30度90度の三角定規と45度の三角定規は残念ながらこ,この今言ったあの直径が等しい形にならないので同じ形のまま同じ形のままちょうど同じ長さになるように直角三角形を作ってみました。ここっっちちはは市販の直角三角三形でちょっとこれは 実際に市販のやつとは若干違って拡大コピーしたような形ですね。で直径が共通です。はい。ちょあ直径が共通というかあの底辺を共通に持ちます。でそうすると本当にこれが直角にきちんとその4点が描けるのか、はい、やってみますよ。こういうのは数学は特に図形系は えー、紙の,あの頭の中でやってるんだけじゃなくて実際に描いたり切り貼りしたりするとよろしいかと思います。さてこれがいわゆる40度、えー、直角に等辺三角形ですねでこっちが60度30度90度の直角三角形です。でこっち直角です、えー。さっきの私の言った話からするとえっ、ー、と,と。その 間ををその4点を通る円が描けるはずで,あるでこここれが直径になるはずですので直径の中心部分がここですね。でちょっと実際ずれてますので完璧にとは言わないんだけど描いてみましょうかここぐるっと回しておくと大体いい若干ずれてるからずれちゃうんだけどだいたい通りますね。 もっと正確にやればぴたりと通るはずなんですけど若干ずれてますので若干のずれはお許しくださいこう通ります。ということでえここも隙間もありますしてねではそこら辺をちょっと見あの多めに見ていただくとこれきちんと,このえとそれぞれの直角三角形の底辺の真ん中つまりこれを直径とみなすと真ん中に当たるところを、えー 直径と線を描くときちんとこのもう一つの頂点がその円周上に来るという性質がありますので、まあ、これはあの知っておいていただくとよろしいかと思います。それでは円周角の定理っていろいろ応用編があるんですがその応用編の一つにこういう ことがありますさて、えっと、これも一種の四角こう,、まあ、こういう羽形の図形、まあ、羽形、えー、蝶,蝶の羽みたいな形の図形があります。でこの図形でこの角度が等しいというふうになった場合ですねこれ、ま、全く円も何も描いてないんですよ円も描いてないんだけどこの角度が等しいとな書いてあると実はここにうっすらとこう。 円が描けるはずですねで実はあのー、最初から円が描,け描いてある問題だけではなくて円をわざと描いてないんだけど、あのーそ,の反えー、それをヒントに円を描いてみるとわかるというのがありましてこれはこうです。でこ,ここにこうがあったと見ますとこれが2つの円周角になりますからこ,こ,この こう持つ円がこう通るはずです。実際にそうなります。で、そうするとこうか。で、そうすると、ここが実はまたこの CD に対する円周角になりますので、今度、これの角が等しいということが出てきます。ということで、非常に面白い形ですね。で、これなおかつ、これ、これ、相似になってるんですね。2角が等しいので、同じ形の,あのさ、えー、三角形になっているという特徴があります。というふうに、 円周角の定理を使うの発想を使うとドミノドラシ的に次々にいろんなことが分かってくるというのがありましてまあここも面白いところですねあ。でもう一つの簡単な証明の仕方がもありましてこれとこれが等しければこれとこれ対頂角で等しいから残りのつの角は等しいということでまあ円を描かなくても実はこの角が等しいことは証明はできるんですがまあ円を描くと実はここにもう一つ何か書いてあってた場合にその円周角のヒントになるとか。 そういうい発想がでできるんですというような感じで円周角の定理というのは非常に面白いと。で、えー、と数学高校の数学あじゃあ中学の数学の並び方は、えー、中学1年生で何を学び中学2年生で何を学び中学3年生で何を学ぶというのは一応、まあえー、体系的に考えられた順番に並んでるんですが。 けどえただ、あのー、先取りして、えー、小学校的な知識で理解できてしまうこともこ今日これ,こ,れこれだけですのでね、えー、もう一回確認しますよもう一回基礎を確認しおくと今日本日やったことは非常に簡単な原理で、はい、こ,うこれでいきましょうかこの円の弧の両端と中心を結ぶ中心角 の半分が円周角円のこの,あこの両端と円周の上の他の点を結ぶ角度の、まあ、これの半分がこれになりこれ60度六十度の半分が30度になりでこれはどこの位置にその点を持っていってもその円周角は同じ個に対しては同じであるという原理ですね。 とということですでこれなんかはあのー、まあほんに、えー、これでこれだけの話ですのでこれはあのー、先取りして、えーまあ、理解しておいていただいても面白いかなというふうに思いますのでまあ余裕がある人は、えー、こういうの簡単に作れますから実感していただくと作って実感していただくとよろしいかと思います。ということでえー、っと。 前半編はこれですので、まあ、一応最後にご挨拶ということで、えっとまあえー、前半はこんな形で、後半また、えー、今のことをちょっと応用した、えー、まあ高校生、中学3年生から高校、まあ、高校生ぐらいまでの内容をやりますので、後半も挑戦してみたい人はあのまた見てください。じゃあ5分後とということです。